写真拡大。ソフトバンクは28日、今シーズンからヤフオクドーム開催の公式戦で最大 20% が戻ってくる。ホークス観戦はペイペイでバリ得。キャンペーンを実施することを発表した。3月29日の西武戦からヤフオクドームでスマホ決済サービス、ペイペイを利用すると、支払い額の第 10% のペイペイボーナスを付与。さらにソフトバンクと Y モバイルのスマホユーザーには、10% アップの支払い額の第 20% その他にも開幕3連戦で生ビールの支払いにペイペイを利用した方全員に代金が半額になるキャンペーンも実施する。フルカウント編集部。